どうも皆さん、チャオ、ムカです。ということでね、今回はコメント欄でリクエストをね、いただいた王族最強ランキングをね、こちらをちょっとやっていきたいなと思います。これに関してはトップ10というね、形でやろうとしたんですけど、ちょっとね、トップ10ではなくて、13ぐらいかなみたいな感じでやっていこうかなと思うんですけど、11位まではね、13、12、11に関してはもうさらっといくんですけど、一応ね、13位までという形で今回ねランキングをつけています。ということでね、早速いきたいなと思うんですけど、第13位ですね。13位はソリドシルバーですね。ソリド、ノエルのねお兄ちゃんになるわけなんですけど、水魔法をね使うというところなんですけど、ノエルにね、惨敗してたわけですよ。考えたら、この王族の中でもこのソリドっていうのは、今となってはノエルのことをね認めてるって流れがあるんですけど、ずっとねノエルのことをバカにしてて、お前ほんまに王族かよみたいなね感じの話をしてたけど、ノエルに負けたと。で、ノエルの力を認めてるっていう流れになってるわけなんですけど、今回ね13位って形にしています。で、12位ですね。12位に関してはネブラですね。ネブラに関してもノエルのねお姉ちゃんですね。これノエルのお姉ちゃんになるわけなんですけど、このネブラに関しては霧魔法ですね。霧魔法を使って分身とかねしていくわけなんですけど、なんかね印象的にはそんなに強い印象はなかったんですよね。なんでここ12、13っていうところでネブラとソリドをね今回は入れています。で、第11位なんですけど、第11位に出てくるのがミモザですね。ミモザに関してはこの最強ランキングっていうところでね、この攻撃魔法はねあんまりやらないイメージがあるわけじゃないですか。てかもう全く攻撃魔法を使ってないんじゃないかっていうぐらいね攻撃魔法のイメージがないんですけど、このミモザに関しては回復っていうところでサポートのね位置にいるわけなんですけど、回復っていうところに関してはやっぱ戦闘でね戦っているところで回復ってやっぱねめっちゃ必須になってくるわけなんで、誰がその回復魔法を使えるかっていうところでやっぱねその戦いっていうのが大きく左右されると思うんですよね。で、このミモザっていうのは王族であるわけなんで魔力っていうのもね相当あるわけですよ。で、しかもミモザって魔力感知がめっちゃ優れてるんですよ。これに関してはねクラウスが言ってたんですけど、そうなればミモザって王族最強ランキングで言ったらここの11位っていう出してるんですけど、実はミモザってこのサポート役としてはランキングもほぼ上位1位とかそういうところに行くっていう可能性も全然あるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。でも今回はこの王族最強ランキングというところで見て第11位というところにミモザを入れています。で、ここからねトップ10になっていくわけなんですけど、第10位はキルシュですね。キルシュバーミリオンということで、これはミモザのお兄ちゃんですね。ナルシスト野郎ですね。でもこのキルシュってただのナルシストじゃないんですよ。王族なんでね弱かったらねもちろん困るわけなんですけど、王族でもね弱いやつっているわけなんですけどね、クローバー13世とかいるわけなんですけど、このキルシュって、サンゴのクジャク団の副団長をやっているわけですよ。で、副団長っていうもう位置からしたら、もうそもそもね、その副団長って名前からしても相当力を持ってるっていうのはわかるんですけど、このサンゴのクジャク団の団長、ドロシーですよね。ドロシーに関してはもういつも寝てるんですよ。常に寝てて、実はこのサンゴのクジャク団の実務的なことっていうのも、実はキルシュがね、すべてやってるっていう流れがあるんですよね。で、そういう流れとかもあって、次期団長候補になってるわけなんですよ。で、次期団長候補ってことはもう相当な力っていうのも示されてるわけですよ。で、しかもダンからのね多分信頼も厚いからこその次期団長候補っていうね流れになってると思うんですよね。で、魔法としては桜魔法をね使うわけなんですけども、ナルシストのこのキルシュからしたら桜魔法ってぴったりの魔法になってるわけなんですけど、ミモザに関してはこのキルシュに呆れてる流れがあるわけなんですけど、言うてもねロイヤルノイツに選ばれてるんで相当ね力があるっていうところに関してはもうすでにねそれはもう確定で言っていいんじゃないかなっていう風に考えて今回はね第10位に入れています。もうちょっとね上に行ってもいいっていう可能性は十分ねあるんですけど、今回は第10位に入れています。で、次ね第9位なんですけど、ここがねキルシュともう前後しそうな感じもあるんですけど、今回はね第9位にノエルを入れています。で、このノエルに関してはねもともとは魔力のコントロールが全くできなかったんですよね。で、暴走したりとかうまいこと魔力打てずにねコントロールミスってアスタ狙ってるのにマグナに当たったりねしてたわけなんですけど、もう最近ではねこのコントロールがしっかりできるようになってきて海流の方向だったりね打ったりするわけなんですけど、なんといってもね強いのがバルキリードレスですよね。自分の周りのマナを支配することによって水の鎧っていうのをまとっていくっていうところで、ちょっとマナスキンの応用版みたいなそんな感じがするんですよね。で、マナゾーンにはまだ達してないみたいな感じがするので、そう考えるとこのノエルっていうのはまたマナゾーンまで上がった時に相当ね力上げてくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、次第8位ですね。第8位にはレオポルドを入れてます。レオですね。このレオポルドに関してはロイヤルナイツにはね選ばれなかったんですよ。選ばれなかったんですけど、ノエルよりはなんかちょっと強いような感じがするんですよね。
属性的には弱点になるわけなんですけど、そうは言ってもレオポルドって泥水かなんかを蒸発させるぐらいの螺旋ホームラン打ったりねしてたわけですよ。って考えたらこの弱点属性に対しても十分ね戦っていけるっていう流れはあると思うので、ノエルとレオポルドがね戦うっていう流れは多分ないと思うんですけど、ノエルよりは上なんじゃないかなっていうふうに思って第8位にレオポルドを入れています。でしかもねこう螺旋ホームランのイメージしかねほぼないんですけど、なんかねこの半年間の修行とかで作り出してると思うんですよ。そもそもね螺旋ホームランしか使えないのかって考えたら多分そうじゃないと思うので、まだまだねこのレオポルドってどんどん力をつけていくと思うんですよ。やっぱフェゴレオンをね目指してるってところもあるので、魔法帝王をね目指してるってところではあるんですけど、フェゴレオンのようになりたいっていうね風にも思っているので、そう考えたらどんどん強くなっていくっていうところを考えてもノエルよりも強いっていう風な感じはしますよね。これでねちょっと思ったのが、まあフェゴレオンがねどうなっていくのかっていうところであるんですけど、このサラマンダーですよね。サラマンダーをフェゴレオンの次に受け継ぐ継承者っていうのがレオポルドっていう可能性も十分あるんじゃないかなっていう風に僕はちょっとね思っています。で次ね第7位なんですけど、第7位はユノですね。まあ、ユノに関してはクローバー王国のね王族ではないので入れるかちょっと迷ったんですけど、まあ一応ねブラッククローバー内の王族ランキングっていうことで今回ねユノも入れています。でねユノ第7位なんですけど、まあ、金色の夜明け団副団長ということね、もうその名前は伊達じゃないですよね。でしかもねこの風の精霊シルフを従えてるので精霊魔法とかね使ってるみたいにもうすでに描かれてる通り相当強いわけですよ。でも見た感じでもうノエルよりも強いっていうのは分かってるので、リルともね互角に戦ってるような流れがあったので、そう考えるとこのね第7位ってところでユノで、まあノゼルたちもねいるわけなんですけど、なんかノゼルたちよりはまだ弱いっていうね感じがするので、そう考えるとこの第7位にユノが入ってくるっていうのはまあまあ妥当なところなんじゃないかなっていうふうに僕はちょっとね考えています。で次ね第6位なんですけど、第6位はノゼルですね。ノゼルシルバーですね。で、まあ、ノゼルに関しては、フェゴレオンとね、もうほぼ互角のなんか対決みたいな感じになってたわけなんですけど、まあ、そのシーンはね、描かれてはないんですけど、大体ね、多分同等の力を持ってたと思うんですけど、このフェゴレオンがね、一回倒れた後に、このサラマンダーをつけて、サラマンダーをもう従えて復活したわけじゃないですか。それによってね、ちょっと、このフェゴレオンには、今はちょっと劣るぐらいの力になってしまったんじゃないかなってね、ちょっと考えてるんですよね。なんでこのね、フェゴレオンよりは下っていう位置で、第6位なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。でユノにはねさすがに負けないというところで6位っていうところに入れてます。でそもそもねこの水銀魔法っていうところってこれがねノゼルしか使ってない技なんでどう考えたらいいのかっていうところであるんですけど、さすがにね強いですよね。あれは流動性のある水銀をね盾にしたりとか、まあ、槍にしたりとか、あとはねそれに乗って移動することもできるし、まあ、雨としてね降らせていくこともできるっていうね、なんか多彩な攻撃ができる魔法なんで、そう考えるとね結構強い感じはしますよね。まあこの最強魔法ランキングには水銀魔法入れなかったんですけど、まあ、その理由っていうのが、まあ、ノゼルしか使ってないんで何とも言えないんですけど、なんかノゼルだからこそあの水銀魔法って使いこなせてる感がねするんですよね。なんか他の人が使ったらあっこまで繊細に使えない気がするんですよね。なんかノゼルってこう体にまとわせて羅針盤魔法で貫かれた後とかも塞いだりしてたわけじゃないですか。あんなに緻密なコントロールっていうのがやっぱノゼルしかできないんじゃないかなって考えて入れてなかったんですよ。だからといってノゼルが弱いとかではなくて、ノゼルはね相当強いっていうところでこの第6位に入れてます。で次ね第5位なんですけど、第5位はフェゴレオンですね。フェゴレオン、まあ、フェゴレオンに関してはグレンの獅子王団の元団長っていう位置なんかな。今の団長はアネゴレオンっていう流れになってるのかな。そこがね、まあ、はっきりしてないんですけど、確か元団長っていう風に言われてた気がするので、現団長はねアネゴレオンのままなんかなとか考えると、まあ、そこはねちょっと気になるところなんですけど、まあ、片腕をね失ったわけじゃないですか。パトリの策略にハマって片腕をね失ってしまったんですけど、それでね弱くなるんかなと思ったら、このサラマンダーを味方につけてパワーアップして出てきたということで、しかもねこの亡くなった腕っていうのはもう炎魔法でねカバーをしてるわけなんで、もう衰えるどころかパワーアップしたというところでね、もうねこれによってノゼルよりも強くなったっていうね可能性は十分あると思うんですよ。っていうところでこのノゼルの上の第5位っていうところにフェゴレオンを入れています。あれちょっと今気づいたけど、なんか第5位が2人いる第5位が2人いるぞってことは、今フェゴレオン第6位やね。だから今の順位は1個ずつずれていくという形になります。なんで今回は14位までのね話になりますね。はい、ということで次が本当の第5位ってねところになるわけなんですけど、第5位はロロペチカですね。ロロペチカ、まあ、このロロペチカに関してもこのクローバー王国のね王族ではないんですけど、まあ、全体のブラッククローバー内にいる全体の王族というところでロロペチカをね第5位に入れています。このロロペチカに関してはねまだ戦闘しているシーンがないので、そう考えたら、まあ、強いのかどうかっていうのがね
もそもわからないんですけど、まあ、この国全体にマナゾーンをね使って結界張ったりとか、この国全体を把握できるような力があるわけですよ。って考えたら相当な魔力量と魔力をコントロールする力っていうのを持ってると思うんですよね。しかもこのウンディーネがね味方についてるんで、精霊魔法っていうのも使っていけるわけなんで、そう考えると精霊魔法でねより強い攻撃をしていくんじゃないかなってねちょっと僕は考えてるんですよね。っていうところでね、このロロピチカ第5位に入れています。で次ね第4位なんですけど、第4位に関してはメレオレオナですね、まあ、アネゴレオンですね。でこのアネゴレオンに関しては確かねゾラが言ってたんですけど、年間300日以上を森で暮らす、まあ、野生児みたいなね感じになってるわけなんですけど、この自然で暮らすことによってもうなんか自然な感じでマナゾーンを身につけてたみたいな流れがあったわけですよ。でもうねライアと戦う時に発揮されたあの力ですよね、もう人間離れした動きやっていう風にライアも言ってたわけなんで、もう相当強いわけですよ。でしかもねその転生が完成する前のライアをもうほぼ追い詰めてたね流れがあったので、そう考えるとやっぱ相当強いってねところなんですよね。でちょっと気になったのが、プエゴレオンとメレオレオナがお互いにお互いのことを最強の名にふさわしいみたいな、最強となるにふさわしいのはあいつだみたいなこと言ってたんで、そう考えると実はメレオレオナよりプエゴレオンの方が強いっていう流れもあるかもしれないんですけど、なんか現段階ではやはりメレオレオナの方が強いっていうね感じなんかなと思って第4位ねメレオレオナを入れています。次ね、あとトップ3になるわけなんですけど、この人間離れしたメレオレオナよりさらに強い3人っていうところで、次ね第3位はアシエですね。アシエシルバー、これに関してはアシエなんかな、アシエアシエ、まあこれどっちどっちなのね、どっちか分からんけど、まあノエルのねお母さんですね。このノエルのお母さんのアシエに関しては戦闘シーンがねまだないので、そう考えたらなんかどんな戦い方するのかとかどんだけ強いのかっていうのは分からないんですけど、まあなんか僕的にはこのスペード王国の回想シーンとかでワンチャン描かれる可能性あるんじゃないかなとかね考えるんですけど、まあまあそれはね別の話なんで置いておきますけど、このアシエっていうのは鋼鉄魔法をね使うわけですよね。まあ、この鋼鉄から、まあ、それを受け継いでノゼルがね水銀魔法って使ってるっていう流れになるわけなんですけど、このねメレオレオナがアシエに一度も勝ったことがないんですよね。まあ、これに関して過去の話なんで、現状で言ったらメレオレオナの方が強いっていうね可能性も十分あるんですけど、とは言ってもやっぱね強かったというところでこの第3位のところにねアシエを入れてます。でしかもねこの呪いがあって死んでしまったっていう流れがあるんですけど、この呪われてなくてもし生きてたらおそらくねもう現在のね魔法騎士の中でもトップクラスだと思うんですよ。確か銀翼の和紙団で、ね、めっちゃ名を馳せてたみたいな感じの話があったので、そう考えたらこのままね仮に生きてた場合はメレオレオナよりも上にいるっていう可能性は十分にあると思うので、この第3位ってところにアシエを入れています。でね残り2人なんですけど、第2位ですね、第2位はダムナティオですね。ダムナティオ、これはねアニメでも最近出てきたんですけど、キーラ家のね人物ですね。これに関してはね、まあ、正直まだあんまり力を見せてないので、そう考えたらねまだはっきりしないところなんですけど、アニメでねすでに描かれたのがクロバ13世がこの族に襲われた時に、まあ、設計が近くにいたんですけど、設計も魔力切れということでもうどうもできねえってなった時に、まあ、登場してね、まあ、攻撃をしていたわけなんですけど、なんかねあれ見た時にめっちゃ楽々にやってた感じがしたんですよ。全然力のね半分も使ってないような感じで戦ってたので、そう考えたら相当強いんちゃうかって思うんですよね。でアスタをね脅してる流れとかもして もう相当怖かったんですよ。であの恐怖感からしても相当力あるんじゃないかなと思うんですよね。だってあの裁判をね仕切るぐらいなんで、そんだけトップっていうことはやっぱ力も相当ないと無理だと思うんですよ。だって、まあ、裁判なんで被告人が暴れ出したりしたらやっぱ取り押さえなきゃいけないわけじゃないですか。って考えたら相当力あるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。でまあねもちろん王族なんでキーラ家なんでね魔力もいっぱいあるだろうし、このやっぱ強いっていうところで第2位ね入れています。で第1位なんですけども、これはねもう揺るぐことがないんじゃないかなってね思うんですけど、ルミエルですね。ルミエルシルバミオンクローバーということで初代魔法帝ですね。まあ、ここに関してはね現段階でなんかルミエルに勝ってる人物って多分登場してないんじゃないかなと思うんですよね。あのユリウスですらももしかしたらまだねルミエルには到底ね近づけてないんじゃないかなと思うんですよね。だって光魔法を使うんですけど、パトリの光魔法と比べても全然違ったわけじゃないですか。あの魔人になったリヒトと戦ってるシーンとか見ても全然違いましたよね。なんかめっちゃ強い流れがあったので、そう考えたらこの王族ランキング第1位っていうのはやはりルミエルっていうのは、まあ、今後しばらくはね揺るがないんじゃないかなっていうふうに、ね、僕はちょっと考えています。はい、こんな感じでね今回はねコメントでリクエストをいただいた王族最強ランキングをねやってみたんですけど、まあちょっとねあのカウントミスでね14位までになってしまったんですけど、ぜひねこのコメント欄で皆さんの王族最強ランキングっていうのをコメントしていただければなと思います。あとね今週あと1個かな、あと1個
個か2個ぐらいかな、ランキングをね出そうと思っているので、もしねこんなランキングもしてっていうようなねリクエストがありましたら、ぜひねコメントの方でリクエストしていただければなと思います。ということでね、今回の動画が良かったという方はぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。